こちらをご覧ください、はい、県内の小学校55校、中学校28校です。何を表していると思いますか？結構多い数字ですよね。はい、何でしょう、想像がつきません、はい、こちらですね、うん、県内の公立学校で教員が欠員状態の公立学校なんです。小学校は、はい、これ2割超えです。2割以上、中学校も2割弱、ギリギリ2割にいってないぐらいですが、共に2割ぐらいなんですね、はい、県は教員を確保しようと魅力を伝える PR 動画を作成しています。そこで期待されているのがこちら、高校生です。こんにちは、青森東高校の本庄と柳山です。今日は青森市の金沢小学校にやってきました。どんな先生に会えるのか楽しみです。では行ってきます。県は小学校教員のなり手不足を解消するため、現役の教員に仕事の魅力や疑問をインタビューする動画の制作を進めています。インタビュアーは教員を目指す高校生です。なんでその青森県で教師をしようと思ったんですか？やっぱり自分の生まれ育った町なので、その恩返しじゃないですけど、青森のために尽くしていきたいなっていうふうに思って。教員の労働時間といった働き方についても直撃、さまざまな質問を投げかけました。社会的にも教師のその労働問題についてすごい注目されているので、残業に関しては、まあ、いつか社会が何とかしてくれるだろうと思ってます。実際に先生方に聞くことができてとてもためになりましたし、自分もその教師になりたいっていう気持ちが強くなりました。将来やっぱりこう教員を目指すためには、その教育学部で小学校の教員の養成課程に入らなければ、まあ、基本小学校になれないわけですので、そういった意味で高校生のうちから、まあ、関わっていただければと。いろんな場面でこの動画を活用して、まあ、魅力の向上に努めていきたいというふうに思っております。県内の6つの小学校で撮影制作された動画は、来年1月以降に県教育委員会のホームページで公開されます。はい、こちら高校生対象ですけれども、小学校教員の魅力向上を図る取り組みでして、2024年度の公立小学校の教員採用試験の最終倍率は 1.01 倍、これ過去10年で最低になったんですね。もう実質1割、1倍ということになってます。こういったところから小学校の先生の魅力をもう若い世代に PR していく、教員不足解消には先を見据えた取り組みが重要になってきているということです、はい。